スウォンジー・コンスティテューション・ヒル・インク・ライン・トラムウェイは、ウェールズのスウォンジー市にある、コンスティテューション・ヒルにて、かつて1898年から1902年に、かけて運行されていたケーブル式路面鉄道である。スウォンジー・コンスティテューション・ヒル・インク・ライン・トラムウェイ社は、技術者の初代マークス男爵、ジョージ・クロイドン・マークスの助言を受けながら、この路面鉄道の開発を行っていた。は、 ジョージ・ウェップ社により行われ、1898年8月27日に開業した。トートラムウェイは、現在のハノーバーストリートであるセント・ジョージ・ストリートの下側の起点とテラスロードの上側の終点の間で、コンスティテューション・ヒルに沿って運行されていた。勾配は最大で1、3.5、平均で1、5であった。走行度は185フィートであった。 ブラッシュエレクトリカルエンジニアリングカンパニーによって製造された2両のカウンターバランス式車両には道管内の滑車によって案内される構成ケーブルが取り付けられていた。丘の上のケーブル巻き上げ用の建屋には2台の単材、式ガスエンジンが収容されていた。道路線は成功せず、開業からわずか約3年後の1902年初頭に廃止された。ありがとうございます。